どうも、さあゆうです。どうも、のっこです。前回このチャンネルでも紹介した温泉娘っていう地域活性のプロジェクトが炎上しましたよって一件から明るいニュースが飛び込んできたので紹介していこうと思います。なんで梅雨ヘミが発狂した案件から明るいニュースになるんだよ。マイナスにマイナスをかけてプラスに転じたとでも言うのか。あ、まさにそんな感じですかね。前回炎上したキャラたち、スカートめくりのいたずらキャラとか、今日こそは予売が来るかもと期待しちゃうキャラとかが、少女への性的搾取だの、男の人が少女に対して性的な目を向けてるだの、少女の人権をだの、ついひみが発狂したんですよね。バカの一つ覚えみたいにこういうのに噛みつくよな。てかまだやってたのかよこれ。でそんな中、いろいろツイッターではこの温泉娘をめぐり不毛な言論バトルが行われていたわけなのですが、今回話題になったのが、とあるつゆふみさんが、お前たち男がやってることはこういうことなんだぞ、こういうことされたら不快だろ、女の気持ちを理解しろっていう意味を込めて温泉娘ならぬ温泉息子ってキャラクターを描いてツイッターに投稿したんですよ。温泉息子？男と女を逆にしたってことか。見ていただいた方が早いですね。ハッシュタグミラーリング、ハッシュタグ温泉息子ということでこの画像が投稿されました。なんだこのネフェルピトーのパクリみたいなキャラは。やめてください、全然違います。てかなんだこれ、これ金玉どうなっちゃってんのこいつ。ミスター半端ねえじゃん。てかこれ男なの。一応性別は男みたいです。名前は玉袋豊。プロフィールは普段から妄想ばかりしている夢見がちな温泉息子。自分のところにいつかキムタクや福山雅治似のイケメンが呼ばれに来るんじゃないかと妄想しては金玉をキュンキュンさせている。金玉をキュンキュン。貧血の割に玉が大きすぎるのがちょっぴり悩み、30になると消えるっていうキャラクターらしいです。ちょっとおめえノリノリなのな。でわからんけどこいつは男なんだよな。なんでイケメンが呼ばれに来るんじゃないかってドキドキしてんので、イケメンのチョイスがキムタクと福山雅治って、このキャラ設定作ったやつだいぶ人生の先輩感出てるだろう。いわゆるお母ちゃん世代じゃん。お母ちゃんというか、この玉袋豊ってキャラ作ったついふみはツイッターではお袋さんって言われてましたね。玉袋豊の生みの親だけにお袋さんね。そういうのは好きだけど、でこのキャラ作ってツイッターに投稿して、このついふみの思惑通り男たちは怒り狂ったのか。いや、怒り狂うどころかその逆ですね。ツイッターでは称賛の嵐です。普通に可愛いとか、温泉娘の騒動の最良の成果とか、男を煽るために書いただけのもののはずなのにクオリティ高すぎとか言われて、さらにはネット掲示板では玉袋豊か応援すれができてかなり盛り上がってたりと、なんかお袋さんが意図してない形でバズったんですよ。これが？こんなデカ玉ぶら下げたネフェルピトーのパクリみたいなキャラが？いやだからネフェルピトーは関係ないです。こういうコンテンツって一部の人からしたらたまらないみたいですね。僕には理解できませんが、この玉袋豊さんなのですが、ツイッターでバズりまくってバスの掲示板の検索急上昇ワードが表示されるディスプレイに玉袋豊という名前が表示されたり、何事？ツイッターのトレンドにもなり、なんと10万ツイートを超えるほどのものになったんですよね。どんだけ豊かなんだよ。これこの玉袋豊作ったついふみってか、お袋さんはどういう反応してんだよこの事態に。玉袋豊さんの生みの親のお袋さんはブチギレですね。この絵はミソジニーに対するカウンターなのになんでわからないんだみたいなツイートもしてましたし、この絵がカウンターになると思って投稿したっていうのがウケるよな。男に対して嫌がらせのために描いたキャラクターが逆にキモオタたちに喜ばれてるっていうのは皮肉だよな。お袋さん他のツイートでは、なんで画力があるのにフェミになっちゃったんですか的なクソリプが飛んでくるけど、こういうこと人に言っちゃうような生まれつきクソ高い下駄吐かれて攻撃性も凶暴性も無罪化され続けてる高顔無知なやからばっかり野放しに生きてるからだよとかも言ってます。いやもうこの文章から見るに攻撃性も凶暴性も高いのはお袋さんの方だろこの荒れ具合は。てか高顔無知を高顔無知って置き換えるあたり、玉袋に対する憎しみがかなり伝わってくるわ。実はこのお袋さんなのですが、実はツイッターの情報によると、温泉息子玉袋豊作者アメフリに悲しい過去ということで、1韓国在住の玉袋豊作者、お袋さんのことですね。もともと非実在少年の玉袋フェチで玉袋ブラやサオブラを身につけた可愛い男の子系エロを楽しんで描いていた。玉袋を憎んでるのかと思いきや、実は誰よりも玉袋を愛してたってことか。もうだいぶ見え方変わってくるぞい。2韓国が表現規制のアチョン法を定めたことで、少年エロがいつ逮捕されてもおかしくない状況になり、さらに韓国の男オタが法律を口実に BL イベントを潰しまくった。アチョン法ってなんだ？一緒に貼られていたので引用しますね。
児童の性犯罪からの保護という目的らしく、青少年と認識しうる表現物、まあ、つまりそういうキャラクターとかを使った性的作品などを規制するって法律らしいです。いや何その一見それっぽいこと言ってるようでいろいろめんどくさそうな法律、絶対日本に持ち込んでほしくない法律なんだが。で3、男オタによって踏みにじられた恨みが男イコールエロイコール悪という思考になり、フェミニスト界の闇に飲まれフェミニスト戦士となって男を攻撃し続けた。4、今回の温泉娘の騒ぎを見て男に攻撃しようと絵を描いたところ封印していた性癖が解放され玉袋豊を生み出したっていうバックボーンがあったみたいです。え、もしかしておふくろさんって韓国の表現規制が生み出した悲しきモンスターだったってことか。あーいや、どっちかっていうと悲しきモンスターは玉袋豊かなような気もしますが、まあ元々は若い男の玉袋を愛してやまないキモオタのおふくろさんがそれを法律で規制された逆恨みで男を攻撃し始めるって、ごめんやっぱ理解できないわ。てかなんでそもそもこの玉袋豊が温泉娘に対するカウンターになると思ったんだかも理解できねえし、まあ男の人は基本他の男には無関心ですからね。これが玉袋豊くんみたいなデカ玉ぶら下げた若い男の子だろうと、体毛ふさふさの汗ダクダクのおっさんを描こうと、筋肉ムキムキの顔ちっちゃいイケメンを描こうと、男の人ってそんなのあんまり気にしないんですよね。でもついフェミの場合は胸がでかいキャラとかにも発狂するじゃん、まるで自分が嫌なことでもされてるかのように。まあこれはあくまでも僕の勝手な憶測なのですが、女の人って一応多かれ少なかれ男の人が女の人を性的な目で見るってことに対して嫌悪感を抱くことがあるんですよね、まあ、それはついフェミ限らずなんですけど、まあ、自分と子供を作った男性が他の女性に惹かれていなくなってしまうと自分の子供が育てられなくなっちゃうってのがあるんで、本能として男性が女性を性的に見るってことを嫌がるって傾向があるのかもしれません。は？でもそれ結婚して子供いる女とかならわかるけどさ、でもツイフィンは結婚もしねえし子供も作らねえんだから関係ねえじゃん。まあわかんないですけど、多分そういう子供を産んで育てるとかそういうのをすっ飛ばして男性に対する嫌悪感だけが取り残されてしまったっていうのがツイフェミなんじゃないですかね。いやその仮説は悲しすぎるだろ、もう悪いとこしか残ってねえじゃん。てかそもそも何度も俺たちはこういうイラストを性的になんて見てないって言ってるのに、なんで固くなに性的だなんだってあいつらは発狂するんだよ。まあメンヘラの女の人がちょっと連絡を遅れたぐらいで浮気を疑って発狂してくるのと同じような感じなんじゃないですかね。え、なんかツイフミって女の嫌なところだけを抽出して固めたような感じの人間ってことかや。まあ、なのでツイフェミと違い男の人ってそこまで他人に関心がないにもかかわらず、それを知らずにカウンターだってことで玉袋豊みたいなキャラクターを作ったとしても、まあ、男の人に対する嫌がらせには全くなりえないんですよね。まあでもこのおふくろさんもさ、まあ、一生懸命このキャラ描いたんだろうし、まあ、せっかくならこのキャラで一旗あげて金でも儲ければ少しでも心に余裕が生まれるのかもな。まあ、そうですよね。ツイフェミとはいえ幸せになることを諦めずに頑張っていただきたいなって思います。まあ俺はこの玉袋豊ってキャラの良さがちょっとよくわからんけど、まあ僕もわかりません。ただ一部の人からはかなり評価されてるんですね。一部の人ね。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。たとえ火の玉、水の玉、草の玉、森の玉、土の玉、雲の玉、あの子のスカートの玉、たま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 大変だけど。